沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾の現地でツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。今からおよそ250年前、台湾の先住民族曹族の頭目であるアバリは一人で山に入り狩猟を行ったところ、非常に多くの獲物を獲得することができました。そのためアバリは集落の戦士を連れてたびたびその場所を訪れ、集落の人々の生活に必要な獲物を多く手に入れました。曹族の人々はアバリへの感謝の意味を込め、その地をアリ山と呼ぶようになりました。今からおよそ100年ほど前、このアリ山の地に登山鉄道が引かれました。その鉄道は当時台湾を統治していた日本人がアリ山の豊かな森林資源を活用するために建設したものでした。その鉄道はアリ山森林鉄道と呼ばれ、森林伐採事業が終了した後には観光用鉄道として活躍し、世界三大登山鉄道と呼ばれるようになりました。今回の台湾旅手帳では、アリ山森林鉄道の旅後編と題しまして、この世界的にも貴重な鉄道の山岳部分、噴気湖からアリ山駅、そしてアリ山駅からさらに先に伸びる支線を紹介したいと思います。国宝級のアリ山森林鉄道は世界でも有名な登山鉄道の一つです。この鉄道はなぜ登山鉄道と呼ばれているのでしょうか？それはこの路線は標高の低い場所から中高度の地域にまで伸びていて、標高差は1000メートル以上に及んでいるためです。アリ山森林鉄道は標高30メートルの鍵から標高2116メートルのアリ山まで続いています。全長は 71.4km で、走行時間は約3時間半ほどです。鍵から竹崎までは平地を、竹崎からアリ山までは山岳地帯を走行します。およそ30メートル走るごとに高度が1メートルずつ上がっていくのです。線路の幅は762mm、 最小曲線半径は 40m、 最大傾斜は 6.25% となっています。そして鍵からアリ山までの標高差は 2160m に達するのです。この鉄道は熱帯、亜熱帯、温帯の3つの気候帯にまたがって運行されており、路線付近の樹木も非常に多様性に富んでいます。特に長い樹齢を持つ高品質のヒノキやその他の針葉樹林などは守るべき樹木と言えるでしょう。赤白ツートンカラーの列車が密度の高い森から姿を見せたり隠れたり、時にはゴトゴト音を立てながら走っています。列車が発車する時のリズム感に富んだ音はアリ山鉄道の旅を忘れがたいものとさせてくれるのです。列車が名物駅弁の駅噴気湖でひととき停車したら、その後はアリ山鉄道の中でも最も素晴らしい区間に向かって出発します。周囲の景色も大きく変わり、針葉ヒノキ樹林がピタンチッドを放ちながら窓の外に現れることでしょう。この時に霧に包まれていた空間に
太陽の光が注ぎ始め、大地を照らすと、まるで万物が目覚めたかのような風景となります。このような美しい景色は、特に子どもたちを引きつけることでしょう。このように、国宝クラスの有山森林鉄道が人々を引きつける魅力の数々は、車で有山に向かうときには体験できない事柄なのです。列車が多林駅を出ると十字路駅に入りますが、この駅は有山鉄道の中で最も有山道路に近い場所にある駅で、さらには山奥にある集落タッパンやダラチへ向かう交通の要所でもあります。十字路駅を出て二万平駅に近づいたとき、列車のスピードが徐々に遅くなっていきます。この場所が第一分道です。ここでは列車があたかも壁にぶつかったかのように感じることでしょう。そして車掌さんが列車を降りてポイントを切り替えると、列車が逆方向に向かって走り出し、10分ほど走行した後、列車は再び止まって線路を切り替え速やかに発車するのです。そして列車が壁にぶつかる寸前にまた停車して第二分道に到着します。ポイントを切り替えた後、列車は再び逆向きに走行します。このような特殊なジグザグの折り返しを沼の平駅まで計4回繰り返すのです。これが有山鉄道で有名なスイッチバックです。